ご紹介いただきありがとうございますこちらのタイトルで発表を進めさせていただきますあの英語のスライドは左側の QR コードともご覧いただけます今回えっと私がまあこの発表をした目的はまこのことを皆さんにぜひお伝えしたいなと思ったからですつまり Python は社会の仕組みをま理解したり改善することに役立つんだということを皆さんに持ち帰っていただきたいです なので、ぜひこのスライドの下側の矢印と文字をちょっと覚えて持ち帰っていただけると幸いです。おそらく、まあ、Python 小学者の方だとまず最初に数学とか情報科学とか、まあ、プログラミングとか勉強してで、まあ、今いらっしゃる多くの方はそれを使って Web サービスとかアプリ開発したりとか、まあ、データ分析とか機械学習とかをされていると思います。ただでもそれだけじゃなくて実はもっと広い分野例えば法律とか地理学とか経済学とかいろんな分野にこの知見を、まあ えと平行移動することでもっともっとあの社会のためにこう Python をうまく使うことができるんだとぜひお伝えしたいなと思いますで、まあまあ、そういった、まあ、発表しようと思ったきっかけも兼ねてちょっと私の経歴を簡単に、えー、お話しします、まあ、私は今あのデータの分析とか可視化を専門に、まあ、しています、まあ、それは社会人として、まあ、Python とか地図のデータを、まあ、業務でも趣味でもよく触っているというところですねで、まあ、Python はやっぱり分析とか可視化に活用しています またちょっとそれとは別に結構趣味で法律の勉強とかをしていてまあ例えばまあ宅建っていう不動産の資格とか FP というお金の資格とかをまあ国家資格をま取っていたりもしますでまあちょっとそのバックグラウンドとして大学とか大学院で自分は地震学の研究をしていました、まあ、そこでまあ数値計算とかフィールドワークをやっていてまあそこで例えばフォートナンという化石言語に苦しみながら Python に触れ合ったりとかまあ地形図地質みたいな地図にたくさんまあ触れ合っていました でまあ、ちょっとさらに深掘ると自分の子供時代 C++ プラプラを勉強して10回勉強しようとして10回挫折したみたいな苦い思い出とかあと中学生の時に東日本大震災を自分は経験したみたいなところがルーツにあります。 まあ、そういったところを踏まえてもう一度お伝えしたいのがやっぱり Python というのは、まあ、社会の仕組みを理解したり改善したりすることに役立つということをお伝えしたいです、まあ、それがなぜかというと今すごい潮流としてあの民間とかいわゆる行政観光庁で、まあ、データに基づいた意思決定というのはすごい重んじられつつあるからですあのよく言われる EBPM データに基づいたポリシーメイキングみたいなものもそれでうま例ですね とというこころが背景にあることですで、まあ、それはなぜかといってやっぱりそこで Python っていうのはやっぱりいろんな多種のデータをまあ処理するライブラリがあるっていう点と。 まあデータを取ってきて分析可視化を一気通過にできるっていうすごい優位点があるからまあこういったバックグラウンドも続いてやっぱり Python というのは非常に有効活用できるんだというところになります、まあ、この点を今回法律とかまあ地図のデータをまあ題材にして取り上げてお話ししたいと思います、まあ、そういったまあポイントを説明するためにまあ実装の具体的な説明は今回はなるべく最小限にとどめますただその代わりに発表の最後にまあライブラリの一番みたいなものをあの紹介させていただこうと思います はいまあ、本発表のモチベーションですね、やっぱりこう法律、法っていうと、なんか難解なイメージを持たれている方が多いと思います。ただ、まあ、この六本木伝承とか聞くと眠くなると思いますが、まあ、それをじゃあ、例えば Python でいろいろ構造紐解いて、まあ、データを可視化してみたら面白いんじゃないかというのがまあ本発表のモチベーションです。例えばまあテキスト分析とか、地図に可視化してみたりとかですね、左と右で全然受ける印象が違うと思います。 でまあ、ただあと一応注釈として本発表というのは特定の何か政治的な主義主張とか集団とか思想への支持をまあ示すものではないという点をまあ一応注釈させていただきますであと、まあ、あの皆さんにちょっと目指してもらいたいなというゴールをちょっと自分の方で考えています今回 Python の初学者の方がまあこの中おられたらやっぱり Python でこんなこともできるのかというところで、まあ、そういった勉強するモチベーションを上げてもらえれば嬉しいなと思います 逆にあの中級者、上級者の方ですともう今すでに持たれている高い技術がこんな別の分野でも活かせるんだなというところをちょっとこうあの伝わってもらえれば私としてはこの発表のまあ価値があったかなというふうに考えています。 さて、まあ、本発表これから五つのトピックを順番に進めていこうと思いますまずトメイン知識として、まあ、日本の法令をお伝えした後その後 Python でまあ一気通貫に処理を行うところを四トピック説明します、まあ、あの日本の法令今回、まあ、抑えたい要点を二つだけに絞ってきました <music> まず1つ目この法,法令っていうものっていうのは階層構造があるんだっていうことを覚えていただければと思います多分法っていうと法律とか憲法とかをまあイメージされると思いますまずまあ一番上に憲法があってでその次によく聞くなんか民法とか宅建法のとかそういった法律がありますでこの一番上にある法令が優先されて、えー、とそのえー下にある法令よりも優先されるんだみたいな構造になっていることを覚えていただければなと思います でまあ、今回はここに出てくる他にもまあ政令とか省令みたいな法令を具体的に運用するルールとかもありまして、まあ、そういったすべてのレイヤーを今回取り扱いますでまあここでなんか内閣とか大臣とか国会とか出てきてちょっとまたなんか高校の社会科の復習になりますがもう一つ覚えてほしい要点はこういった法令っていうのはいわゆる三権分立の中で運用されるっていうところをちょっと思い出していただければと思いますこう、まあ、三権というのが国会内閣裁判所ですね でまあ、そういったこう衆議院とかの、まあ、関係図みたいなのを見てみるといろんな矢印の中に法律の法っていう文字が出てきます、まあ、こういった、まあ、権力を、まあ、3つの機関で分,、えー、と分けながらその中でいろいろなやり取りが、まあ、法令というのはなされているんだというところを思い出していただければ覚えていただければと思いますじゃあ、まあ、ちょっとエンジニアリングの視点でそういったものを考えてみた時にいわゆるじゃあこれを計量的な使ったらどうなるか英語で言うジェリメトリックスについてのちょっと事例の紹介をします こういったものってやっぱり例えば面白いんですよね。アメリカのなんか法典をこれはテキスト分析したり可視化した例です。この一つの点があの法律の一つの文章を指しています。でこう時系列の変化を見ていくとま数が増えたりつながりがどんどん複雑化していることを示しています。やっぱりこうやっぱネットワークとかで可視化してみるとすごいまあ分かりやすいしやっぱり面白いなっていうふうになります。 でまあやっぱりこういったトレンドというのはまあアカデミックの分野でもビジネスの分野でもありますねで、まあ、法律とか経済学の知識と皆さんがお持ちの多分情報科学とか統計学の知識をこう組み合わせていくことでこういったまあ計量法学とかリーガルテックとか新しいまあ分野が生まれてきているということですね。 まあこういった成果、例えばノーベル賞でも見られます、2021年度ノーベル経済学賞、これはあの経済学と統計学を組み合わせたものです、まあ、最低賃金をテーマに、労働経済学でまあ因果推論を活用した研究をまあ行った下の3人の方がまあノーベル経済学賞を取られました、まあ、こういった形で分野越境の成果というのは非常に意義があるんだということで、まあ、最初のトピックがは法令に階層構造があって、三権分立が重要だ、でまあ、異分野のコラボレーションが意義があるということを説明しました。 じゃあちょっとこういったものを Python で扱うためにまず第一歩データを取るというところ、まあ、データはじゃあどこにあるのかということを考えてみようと思います。 実はこういったデータを公開しようという取り組みはなんか日本では増えています。えっ、ー、と左側まあオープンデータに取り組む自治体の数とかもうなぎのぼりとは言えます。まああの法律のデータで今回取り上げる国会図書館の日本法令作品とか、デジタル庁が今あの運用している法令の XML データとかがあります。で地図のデータとかもまあ国土交通省とか地理院とかあと自治体とかがまあさまざまなデータを今あの公開しています。 非常にこれは大きな潮流なんですが、まあ、まだ課題も残っていて、例えばバルクの全体のデータを取るところに少し工数がかかったりとか、まあ、中には機械判読性がまだ高くないデータが残っていたりという課題もまあ,あります。じゃあさて、今回法律をテーマにするにあたって取り上げるこの日本法令作引ってどういったサービスなのでしょうか？これがまあ、国会図書館が運営するデータベースです。で、非常にまあ収録されているデータが多いのが特徴です。 あの明治以降で大体18万件の、まあ、廃止とかも含む法令が、まあ、あの含まれています、まあ。このサイトにはご覧のように検索機能がありますが、まあ、ダウンロード機能とかはありません。で、まあやっぱりもう一度ここでモチベーションを考えてみるんですがやっぱりここでなんか例えば千葉県みたいなキーワードで調べてみるとなんか東京と千葉とか埼玉の県境をか、まあ、変える法律みたいなのが見つかったりします。つまり結構法,律法令といってももユニークな名称の,ものが多い なあと,かあとは地名でキーワードを検索するといろいろ見つかって地図に可視化したら結構面白そうだなみたいなそういったまあ法令がたくさんあるなということでじゃあ,あ Python でこういうのをテキスト分析したり地図に可視化したら面白いんじゃないかというのがまあすごいもここでのモチベーションですじゃあまああとちょっと一般論としてデータを取る時じゃあ何をするべきなのかっていう道筋を大きくお話しします、まあ、大きく2つですね、まあ、あの全部のデータが公開されていたら、まあ それをまあパッと手でダウンロードすればいい、それが最速っていうのが一つ目です。でもう一つは WebAPI ですね。これがまああのエンドポイントにアクセスしてまあ機械的にデータを取得するということで、スクリプトに組み,込み組み込みやすかったりとか、定期更新がしやすかったりします。ただ、こういった機能がない場合も、これからお話しする Web スクリーピングみたいなあの機械的にデータを取る手法がまあ有効になることがあります。 でまあえー、こういったケースいずれでもちょっとこういったデータを、えー、取ったり、まあ、使ったりするときに注意点があるという話を2つのポイントもあとでこの後お話しします。 じゃあ,、まあ、あのウェブスクレーピングって何でしょうかまあ端的に言うと、まあ、HTML などの、まあ、ウェブページの構造を解析してそこからデータを、まあ、多くの場合は構造的に抽出することですなぜかというと、まあ、構造的なデータが取れるとその後 Python などでデータの処理可視化がしやすいからです、まあ、左の例だと HTML が、まあ、テーブルタグで、まあ、囲われていますがそのままだとやっぱり取りにくいので右のような構造化データに変換しつつ、まあ、データを取ってくることを指します じゃあここで、まあ、先ほどの注意点とというところをお話しします。まあ、こういったスクレーピングを禁止しているサービスも、えー、とあるということをまず注意してください。でまたあと短時間に大量アクセスすることも不適切です。まあ、こちら、Twitter、今の X だったり楽天の規約をちょっと見てみると、やはりこういったスクレーピングを明示的に禁止しています。なのでまあこういった処方を取るときはまず利用規約をしっかり確認するべきというのが一つ目の注意点です二つ目の注意点がライセンスです。 えとまあ、個人で使う場合は多くの場合問題にならないんですがじゃあそういったデータを見て面白いものが何か見つかって成果にしようってなった時公にする時にこういったライセンスが非常に重要になります、まあ、といってもなんか使う使っていい使うなのなんか01の白黒ではなくていろいろなまあ条件があるのでちょっとここに代表的な例を挙げてみますまあクリエイティブ・コモンズライセンスだとこういった4つの条件があります 1一つ目が、まあ、その使うとき、公にするときには、まあ、作品の出店クレジットをしっかり表示することとか、まあ、営利目的で使っていいのかどうか、元のまあ作品を変えていいのかどうかとか、まあ、あとは公開するときのライセンスに制約があるのか、元と同じライセンスでするべきなのか、みたいなまあ条件があるので、まあ、こういったライセンスがどのような形で、その使うデータに明示されているかは、しっかり確認するべきです。 じゃあ今回の公開図書館のデータだとどうなんでしょうかちょっと左下にあったちっちゃいお問い合わせというページを見てみました、えー、結論から言うと、まあ、二次利用は可能ですが出店の明示が必要ですという形でした。 ちょっと細かい点は省きますが、まあ、法令のデータベースだとこう、まあ、次出典を明記すれば加工等を使って公開してもいいしあとまあ機械的なアクセスをまあするときはまあ間隔を空けて多重リクエストを避けてとかあとまあ実は法令のデータというのは著作権法上、まあ、あの実は著作権は発生しないとか、まあ、そういった観点があって今回はまあ使えるけど出典を明記する必要があるということでこれはまああの国会図書館の中の人にも問い合わせてあの実際に今回の手法で問題ないということは確認しています。 じゃあ,まあデータを構造的に取得しようというところでま,あまず多分、所定としてやるのが Chrome のディベロッパーモードでこのネットワークタブを見てみると裏側のデータのやり取りが見えれるのでまあそこを見てみます。でまあそこを見るとかなり今回は簡単でまあエンドポイントとパラメーターが見つかったのでまあこれをもとに機械的にデータを取得することがまあできました。 でまあこういったレスポンスが JSON 形式だったので Python のリクエストライブラリを使って機械的にまあレスポンスを取得しました、えー、まああのたまに動的なコンテンツがあの公開されている場合もあってそういった場合は別のセレニウムというライブラリを使って同様の行為を行うことはまあもう有効だったりしますじゃあ,まあこういった場合で今回取ったデータはどんなものでしょうか これはまあパンダスみんな大好きパンダスでちょっとえ見てみようと思います、まあ、4つのえと列をちょっと例に挙げました、まあ、ID の列と法令の名前がいろいろ書かれてるまあ列これが今回の分析のメインターゲットですねあとはまあいつ法律が公に有効になったかということを示す公布日とか法,律のああまあ法令のカテゴリーを示す列とかがあって、まあ、こういったものでクロス分析できそうだなとじゃあちょっとテキスト分析してみよう ななんんかかちょっと難ししそうな印象を持つかもしれませんでもやっぱり初歩ではすごいシンプルなことから始めるだけで結構いろんなインサイトが得られますまあ例えばデータ整形文字列で書かれている日付のテキストをデートタイム型にまあ変換するような関数を作ったりとか今回1名に注目しているのでトロフ検名を、まあ、含む法令を、まあ、あのデータフレームのクエリで簡単にまあ取り出してきて1行書いたりとかしますと。 まあ、こんなことやるだけでも、こんなグラフができます。まあ、これ四十七個の折れ線グラフで、それぞれの都道府県名を含む法令が毎年どれだけ交付されたかを可視化しています。まあ、一つの色が一つの都道府県に対応しています。もう、なんか明らかに何か一つ外れ値が見えていますね。これ、青色、えっ、ー、と、どの都道府県か、わかる方、いますか、いたら、きょあ、どうぞ、挙手してください。正解です。 これがあの1970年であの、ちなみになんで沖縄だと思われました,たのでかああのお見事です、たの多分他にも今、手を挙げた方、同じ答えかなと思いますが、すごいですね、ちょっと当たらないだろうと思ってたんですけど、ちょっと皆さんの知識にちょっと感服しました、はい、あの沖縄返還というあの第二次世界大戦後にあのアメリカに、まあ、統治されていた沖縄が、まあ、日本に返還されるということで、まあ、主権の範囲が大きく変わるタイミングがありました。 なのでそれに合わせていろいろなまあえ政令だったり、省令だったり法律がたくさんここで制定されたのでまあこういった外れ値になっているというのがまあ沖縄のこの外れ地ですいや、本当にこんな先ほどの数行だけの分析 Python でするだけでこんなまあインサイトが得られるってやっぱり本当にまあデータの分析とか可視化っていうのは非常に面白いなってやっぱり思います。ただ まあこういったシンプルな手法だだとまま問題点があります例えば京都をキーワードにしたら東京都も抽出しちゃったりとか国立ってこれ国立ちなのか国立なのか曖昧だったりしますねそういったところにやっぱりちゃんとした自然言語処理が必要になりますまあじゃあこの自然言語ってそもそも何かっていうとまあ今私が話している日本語とかですね人間が意思疎通に使う言語ですで大義語はまあ o n とかそういった文法とか意味が形式的な形式言語です でまあ、そういったものを処理する基礎技術があって、まあ、皆さんがよく想像されそうな応用タスクがいろいろ文章をカテゴリー分類したり要約したりっていうのがまあありますで今回はこの基礎技術のうちの携帯素解析っていうのを、えー、使いました携帯素解析では2つのタスクをこなしていますここでは、まあ、解析エンジンのメカブとそれの Python バインディングを使いました 例えば2400万人が東京に住んでいますという文書を与えたときにまずこの最小の意味単位の単語に分割し,してでそれに、まあ、それは名詞かなとか助詞かなみたいなそういった品詞をまあ付与するという2つのタスクを今回こちらで行いました大体まあ18万件のデータに対してこの場合は約330万個のまあ単語に分解されました。 まあ結構大きなデータだしいろいろインサイトがそこに眠っていそうだなというちょっとまあ面白そうだなどうやって可視化しようかワクワクしてくるという感じですねじゃあ,まあこういったときの可視化の有効な手法の一つとしてワードクラウド単語の雲という手法がありますあのまあ分解した単語の集合をまあ出現頻度に従って文字が大きくなるように可視化する手法ですでは Python にもワードクラウドというまあ扱いのライブラリーがあります 例えば、まあ、2000今回2000年以降の法令からいわゆる組織名を示す固有名詞を取ってきて可視化してみました、まあ、これだけでも結構面白かったりします例えばあの金融庁という単語があるけどこれはまあ2000年に金融,金融庁が発足したことに対応していたりとか独立行政法人というのも、まあ、1999年にまあ制定された法人形態だったので2000年以降というタイミングによく反映されているなということが分かります。 まあこんな感じでえとまあ取ってきたデータに対してまあシンプルなテキスト分析でもインサイトを得られるし携帯素解析とかワードクラウドみたいな手法もすごく有効だということを示しました。やっぱりここまで全部 Python で一気通貫にできていることが非常に大きいポイントです。 じゃあちょっと本発表のもう一つのポイントでちょっと地図の可視化というところをまあ考えてみようと思います。じゃあまずそもそも第一歩としてまあ地理データって何なのかなっていうところを説明してじゃあそれを実際にこの後どう分析可視化するのかっていうのを順番に説明していこうと思います。 まあ、地理データってじゃあ普通のデータと何が違うんだろうというところで、まあ、これを一言で端的に言おうと思ったら、まあ、普通のデータに何かジオメトリー、まあ、位置情報を示す形が加わったらそれが地理データになると今回はちょっと思ってもらえると幸いです、まあ、普通のデータだと整数型とか文字列型とかそういったデータがある中に例えばこういったまあ まあこれだったら東京都の代表点を指すような点みたいなジ,、えー、ジオメトリー位置情報が加わって、まあ、経路緯度のデータみたいなのが付加されることでこれはまあ地理データとして扱われます。まあ、本当はこれ奥が深くてこういった地理データのためのまあ OSS がたくさんまあ,あるほど実は奥が深かったりはしますが、まあ、今回は必要最小限の分、えー、範囲だけを説明しようと思います。 まあ必要最小限ってなった時にまあ覚えてほしいなっていうのが今日はあのジオパンダスというライブラリーをちょっと覚えて帰ってもらえるば嬉しいですまあ皆さん大好きパンダスの地理データ版地理これをジオセットを受力いいますかジオパンダこれをジオパンダスっていいます、まあ、普通のデータでただ集計可視化したりするのに加えてまあこ,れこれからお話しする地図の上で分析したり可視化したりもできるっていうのが大きいポイントです えーと、まあ一つ目、じゃあこの空間解析っていうのが何なのかっていうのを考えてみます。例えば、これはあの有明周辺で駅の近くにある学校はどこかなみたいなえーと問いを空間分析したものです。こう緑色で示されている範囲っていうのが、もう駅から半径500メートルの範囲です。なんかそもそもまずこういうジオメトリーみたいな概念がまず普通のデータだったら絶対に存在しなくて、やっぱり地理データの えーと地図まあそれにこうあとは駅のポイントのデータを重ねあすいません学校のポイントのデータを重ねることで、まあ、どこが範囲内にあるか範囲外にあるかみたいなのが赤と青で今分けられて示されていますまあこういったところを、まあ、先ほどのジオパンダスみたいなライブラリを使って行うことができるのが特徴です もう一つやっぱり特徴なのが特有地理データ特有の可視化が多いことです特にしかも Python だとこういった可視化のライブラリーがもうパッと思いつくだけで4つ5つ出てくるほど豊富だったりもします <laughs> え例えば今回ちょっとこのあと使うバブルチャートっていうのだとまあ地理的な範囲ごとに 円の大きさとか色でその属性の値を示す例えばチャートですこれはまあアメリカの市の人口のランキングの順位を示していて、まあ、円が大きいほどランキングの順位が高いなのでまあニューヨークとかが青く大きくなっていますねみたいなこういった地理データだからこそできる可視化もあります、まあ他にもえとコロプレスマップっていうまあ階級を色分けして示す可視化だったりとかもののまあえとフロムとトゥーがあるデータをまあ円弧で可視化するアークの可視化などもあります ちょっとここでちょっと話題を逸れるんですが、まあ、ちなみになんでこういう可視化が大事なのかなっていうところをちょっと補足します。これもさっき冒頭のまあ方発表のメッセージと一緒で、データとか情報の適切な可視化っていうのは、まあ、社会を理解したり改善したりすることに繋がるからです。 まあ今あのイスラエル、ハマスの衝突をめぐってさまざまな地図とかがまあネットにインタ、まあ、ニュースメディアとかが公開していると思います、まあ、左はフィナンシャル・タイムズというまあイギリスの会社、まあ、ニュースメディアがまあガザ地区とかロンドンの人口密度を3次元にして比較したものですやっぱりこういったまあデータを適切に正しく可視化して情報を分かりやすく伝えることっていうのはまあ社会的に非常に価値がある特に地理データはそうだということでまあ今回取り上げている地図データの可視化というのは社会的にまあ非常にまあ価値がある、えー、と手法だったりテクニックだったりします でまあ、そこにまあちょっと先ほどのテキスト分析を組み合わせたいなってちょっとここで、えー、思っていますすると、まあ、ちょうどなんかおつらいのちょうど国立情報学研究所が、まあ、の開発しているライバリーが実があって、まあ、中で先ほどのメーカー部が動いているんですがこう位置情報付きの携帯素解析を行ってくれますなので先ほどの文章をこれに入れると例えば先ほどみたいに単語が分かれつつ東京都っていうところにこう代表点の例えば点のデータここの緯度経度は何度だっていうのがひも付いてくれます なので先ほどの法令の全部のデータにこれを適用することでこんな感じのまあアウトプットができますまず法令名に「PyJoNLP」を適用して地名を抽出したり位置情報を抽出したりしますでまあそれは先ほどのジオパンダス a でバブルチャートとかに可視化してみるとまあ右のようになりますでここでやっぱり先ほどとの違うポイントだとトロフ県名だけじゃなくて例えば別府あの大分の別府とか富士見町とかいろいろな日本の,あの地理 えと行政区域の階層のま地名が抽出できてるっていうことがま特徴ですね、まあ、右のバブルチャートを見てもそれは明らかだと思います、まあ、というところで地理データにはジオメタリ型っていうのがあってジオパンダスというライブラリーが強力なま有効な手法だで空間演算とかまあいろんなチャートとか可視化も範囲も広がるっていうお話をしましたじゃあもうすでにちょっとお話はしていますが地図で可視化するっていうところを最後に説明したいと思います まあ先ほどと同じ図ですねでちなみになんかこういう手法を、まあ、地図作成を、まあ、あの英語圏だとカルトグラフィーと言ったりしています。これはまあなんかエンジニアリングもそうですしあとデザインのスキルとかも問われる、まあ、結構幅広なスキルが問われる、まあ、あのスキルであったりします。まあ、あと えと可視化でいうとジオパンダスっていうのはすごいインタラクティブな可視化も簡単にできますあの左はまあ普通のパンダスと一緒のスタティックな可視化なんですが右はあのジオデータフレームにエクスプローラーというメソッドを打つだけでこうジュピター上でいろいろ動的に地図を動かしたりすることができるので、まあ、インタラクティブな可視化も簡単にできますあとはいろいろ例えばこれは普通のまあデータフレームと一緒ですが例えば時系列でフィルターをしてみたりして先ほどのバブルチャートを作ってみたりもまあできます まあこれれを見るといくつかのイインサイトがやっぱり得られます、ね、例えば右上は65年から85年に交付された法令で、まあ、先ほどの沖縄返還に伴う縁が大きく見えていたりしますし85年から2005年を見てみると、まあ、阪神・淡路大震災に伴う法令がかなり見られていてちょっと正確な位置は取り損、ねえー、と今回失敗取,り取れなかったんですがやはりそれが対応する縁が見えます。 あとは2005年から現在までを見てみるとやはり福島の原発事故に伴う法令がいろいろ交付されているのが分かります。これはまあ福島市だったり被災地の双葉,、まあ、双葉町だったりいろいろな場所でちょうど福島に円が集中しているのがまあ地図で可視化されました。<laughs> まあえとここまで Python の話をしてきましたが、まあ、こういったまあ地図の可視化というのは JavaScript でも非常にまあ有効です。 まあこ,れこういったまあえーと地図の上にテキストを表示してインタラクティブにあるいはまあなんかえーとカテゴリーによって色を変えたりとかそういったまあ高度な可視化もやはりこういったところは Python じゃなくて JavaScript の方がやっぱり向いているという面もあります。まあ、なのでそこでやっぱり使い分けが大事かなというふうに考えています。 Python はこの発表で説明したようにデータを処理して可視化するまでを一気通貫に行うことができるというところとかまあ、個数があまりかからないので PDCA サイクルが非常に回しやすいというところがまあ利点にある一方でやはり JavaScript だと可視化のクオリティとか重量が高かったりとかあと表示が最適化しやすかったりまあスピードが軽快だったりといった利点もありますま。なのでこういったものを使い分けしてまあプロダクトにしていくということは非常に重要かなと思います。 あと余談ですが、Python で結構フロントエンドを、ダッシュボードを極めようという動きもありまして、こういったところで、なんか本発表でも昨日見かけた気がしますが、ストリームリッドはいいぞみたいなダッシュボードの Python のライブラリーがあったりとか、それを組み合わせるためのリーフマップとかキーマップみたいな地図系のライブラリーもまあ,あったりします。いというところで、結論から言うと、Python は面白いし便利だというのが、本発表の1つ目の結論です。 でえーとまあ、こちらのように、まあ、取得から可視化まで一気通過にできるのが、えー、と Python のいいところだ という,ふうになりましたあとすみませんスライド3枚あるのでもうちょっとご辛抱くださいで、えー、と先ほどの冒頭に戻りますがじゃあというところで、まあ、本発表のメッセージとしてやっぱり Python は社会の仕組みを、まあ、理解したり改善したりすることに役立つんだというところをぜひ、えー、持ち帰っていただければなと思っていますでやっぱりその裏側には今すごい世の中でデータっていうのがすごく大事な役割を持っているということを覚えていただければなと思います でその時にやはり Python の、まあ、一気通貨に処理ができるとことことか、まあ、多種なデータを処理できるという意見が非常に生きてくるんだなというふうに思います。で、まあ、今回は法令とか地図というところを例にそれを取り上げてお話ししました。 あとちなみに、まあ、の法令のデータにちょっと興味を持った方おられましたらちょうど偶然デジタル庁が11月にこの法令の API を使ったハッカソンをやるということなのでこれは今回私が使っていないデータなんですがもしお興味がある方はぜひちょっとこちらのキーワードで検索してみてもらえると幸いですはいこちらが参考文献とホームページになりますまあこれはスライドは PyCon の,の,のページからもご覧いただけますで、まあ、最後に今回登場したラライブラリーのまとめで まあ Python で息通関でデータ取得かかしこまでできるっていうライブラリーのまあ一覧を、えー、紹介させていただきます。はい、じゃあこちらで最後になります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。質問がある方いらっしゃいましたら、挙手お願いします。マイクが届くまで少しお待ちください。あ、ご発表ありがとうございました。あの私も実はあの法学部を卒業していて。 でデータ分析にに在学中に出会って今はあのプログラミングを扱うようなあの仕事をしているんですけども一点気になったのがそのデータの整備で日本は結構遅れてるなっていうところは思ってはいるんですけども海外と比べるとやっぱりそのデータ量的には。 そ,のそれでもやっぱり割とこう進んできているのかそれともまだまだ領域が全然足りてないよっていうのとどっちなのかなっていうのはちょっと気になったところなんですけどもうん、うん、あ,ありがとうございます私のまあ主観としてはまだまだ足りてないなっていうふうに思いますやっぱりアメリカとかだとかなり思想のレイヤーでまあやっぱり国民の税金を使って例えば調査したデータとかなんだからそれは当然国民に対してパブリックであるべきだみたいなまあ考え方がかなり主流な一方で日本だとやっぱりいわゆる無ビュー主義 が結構それを妨げているような印象がありますつまり行政とかからするとデータを公開したときに何か間違って言われたらちょっとそれ責任誰が取るんだみたいなそういうポイントがあってやっぱりそれはまだ残っていて日本だとまだそういったデータ公開っていうのはまだ海外に比べたら遅れているかなっていう印象を持っていますありがとうございましたはいありがとうございます先ほど先に手を挙げてくださってたあちらの白い服の方ですね、はい、でお時間の関係であの。 もしかすると、このこちらで最後の質問になるかもしれませんが、ご了承ください。あ、すみません、発表の後に、なんか自由に話しかけていただいても、大丈夫です、はい。あ、発表ありがとうございました。えっと、十八万件の法令データを携帯相解析する。っていうのって、えっと、はい、計算時間はどのくらいかかったんでしょうか。えっと、多分、まあ、端末の、多分、計算スペックによって、大きく変わると思いますが、私の環境だと、まあ。数十分もかからなかったかなっていう印象です。 ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう一方あありがとうございます。はいではマイクお願いいたします。あ大変興味深いプレゼンありがとうございました。えっと Python とあと Java Script であの最終的なレポートを表示するって話がありましたが、えっと Python からどんなふうにデータを渡しているのかなってところにちょっと興味がありまして。あなるほどえっ、ー、とこちらのあたりでしょうか。はい。はい、あえっ、ー、と まあ結論から言うとジオジェイソンという形式を使っています、まあ、これがあのジェイソンのちりばんみたいなので、ジオがついたジオジェイソンですね、先ほどのパ,まあパイジオパンダスみたいなライブラリーでまあジオジェイソンを出力して、この JavaScript のライブラリーでまあ読み込んでいるという形をとっていますじゃあ、Python から一回ジオジェイソンをアウトポットしておいて、はい、JavaScript の方がそれを読んでいるということで、渡しているってことですね。えー、あすみませんあ、Python からジオジェイソンを吐き出して、はい、JavaScript はジオジェイソンを読み込んで、これをやっている。そううですすわかりりまましたありがとうございます はい、ありがとうございます。では、お時間になりましたので、並木さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方を大拍手をお願いいたします。